沼田駅は、群馬県沼田市清水町にある、東日本旅客鉄道上越線の駅である。なお、上越線開業前の1911年の1924年には、渋川から沼田市街地まで馬車鉄道、電気鉄道の都ネ木戸東京電灯都根線が運行されていた。水上駅管理の業務委託駅で、JR 東日本ステーションサービスに業務を委託している。 駅舎に接して、単式ホーム一面一線、全路を挟んで、島式ホーム一面二線と合わせて二面三線のホームを有する地上駅である。乗り場は、駅舎側から一番線、二番線、三番線とされている。互いのホームは、地下通路で連絡している。駅の整備は、ホームの傘上げが一番線と三番線に行われているほか、建築された時期である。 大正時代風に駅舎をリニューアルする工事が2012年までに施行された。開業当初からの駅舎は天井が高く内部には待合所の他緑の窓口、自動券売機、自動改札機などがある。以前は待合室内にキオスクがあった。2番線は上下共用の対比線である。定期列車としては水上方面の一部列車が レール磨きとして使用する程度であるが、上り列車も発着できるため、実際の案内表の方面表記は未記入となっている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1203人で、ある。2000年度以降の推移は以下の通りである。2004年から2008年にかけて駅前に、ロータリーや駐車場が整備された。沼田駅は、 沼田市の下段にあるため、ここでは下段と上段に分けておく。当駅から尾瀬や大神温泉等の温泉地や上越新幹線の高下高原駅へ関越交通のバスが連絡している。また、市街地が崖の上にあり、標高差が激しいため市街地方面のバスが多数設定されている。前橋市方面の高速バスも関越交通にて運行されている。 利ネ地方の中心都市、沼田市の代表駅であり、沼田盆地の中部、利ネ川と片品川によって形成された、カシ団ンの再六に位置する。吹き割れの滝、追神温泉、オゼなどの片品川流域の観光拠点となっている。ありがとうございます。